皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、今回は英語基礎練習問題の5回目で、括弧の中の単語を正しい形にしましょう、こういうものです。では順番に問題を解いていきます。括弧1 I don't have で、括弧の中に some が入っていて pets となっています、ね、I don't have で some が入っていて pets ですね。これ多分私はペットを飼っていませんという意味の文章になるんですけれど、この some というのは否定文、疑問文の中では any という形に変わりましたね。ですから some を any に変えます、ね、some何匹かのという意味ですけれど、いくつかのという意味ですね。これは否定文疑問文の中には any に変わる、これを覚えてください。括弧2番強行で、括弧の中に go が入っていて to the lake last summer、ね、強行括弧の中に go to the lake last summer、 強行は湖にこの間の夏に行きましたと。Last summer というのは過去を表す言葉ですから、動詞は過去形になります。ですから go のところが過去形の went になって、強行 went to the lake last summer、 強行 went to the lake last summer、 強行はこの間の夏その湖に行きましたという意味の文章になります。括弧3、たけし has two で、括弧の中に book が入っていて in his hand、 たけし has two で、括弧の中に book in his hand、 たけしは手に本を2冊持っていますという意味の英文なんですけれど、この two があるので book には複数を表す s がついて booksこうなりますね。たけし has two books in his hand。 たけし has two books in his hand。 たけしは手に2冊の本を持っています、こういう英文です。括弧4番、最初括弧の中に do があって You studied science yesterday、ね、do があって You studied science yesterday、 こうなっていますよね。この yesterday というのは昨日という意味の単語でしたから、これは過去の文章ですよね。過去の文章、疑問文の時には do ではなくて did を使いました、ね、ですから do を did に変えて Did you study science yesterday? Did you study science yesterday? このようになります。意味はあなたは昨日理科を勉強しましたか、こうですね。トムの自己紹介の文を読み質問に答えましょう、こういう問題です。では意味を確認しながら英文を読んでいきます。 Hello, I'm Tom。 こんにちは、私はトムです。 I'm from Canada、ね、be 動詞 from でどこどこ出身ですから I'm from Canada、 これは私はカナダ出身ですという意味ですね。 I came to Japan 2 years agoI came to Japan 2 years ago。 私は2年前に日本に来ました。 I like soccer。 私はサッカーが好きです。 I play soccer on Tuesday and Friday。 私は火曜日と金曜日にサッカーをします、こういう内容ですね。では今度は英語だけを読んでいきます。Hello, I'm Tom. I'm from Canada. I came to Japan 2 years ago. I like soccer. I play soccer on Tuesday and Friday. では質問5番は When did Tom come to Japan? When did Tom come to Japan? When ですからいつという意味ですね。いつトムは日本に来たんですか、いつトムは日本に来たんですか。自己紹介の中で
I came to Japan 2 years ago. 多分ね、2年前に来たんですね。この2 years ago だけでも答えになりますよね。その時には2 の T を大文字で書いて最後にピリオドをつけてください。ですけれど、ここでは He から始めて He came to Japan 2 years ago. He came to Japan 2 years ago. 彼は2年前に日本に来ました。こうやっておきましょう。括弧6番。Where is Tom from? Where is Tom from? Where? どこですね。Tom はどこの出身ですか。B 動詞 from でどこでも出身という意味でしたから。Tom は、どこの出身ですか。こうなります。彼は最初のところで I'm from Canada と言ってますね。私はカナダ出身ですとあるので He is 省略しましょうか。 He is を短くて He is from Canada。 He is from Canada。 これが答えになります。今回英語基礎練習問題の5回目これをやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。